アクセル・ベナーグレン、アクセル・レンナルト・ベナーグレンは、スウェーデンの起業家、実業家、投資家。1930年代に、世界で最も裕福な億万長者の一人だった、ことに加え、様々な先端産業に関わりあるウェーグ、敷物レールにその名前を残した。建設中のベナーグレンセンター、ストックホルム、1960年ベナーグレンパレス、ディプロマツテイデン。 ストックホルム2008年にリンゲ城のベナーグレン夫妻の墓2014年のアクセルベナーグレンの財産の基礎となったものは掃除機産業をスウェーデン国内に定着させたことによるものであった第一次世界大戦後まもなく彼はスウェーデンの照明機器会社のエレクトロラックス社に掃除機の特許を購入するように働きかけその代金を会社の株式で受け取った後日 ベナーグレンはエレクトロラックス社で働き、パナマ運河開通式用の投稿証明機器の契約受注を含む業務上の成功を収めた。1930年代初めにはベナーグレンはエレクトロラックス社の所有者となり、会社は掃除機と冷蔵庫の技術で主要なブランドとなっていた。彼は利益を新聞、銀行、兵器産業にも投資し、 安全マッチ王と呼ばれたが後に没落したイーバル・クルーガーから多くの資産を買い取った。ベナーグレーンに関しては最初の妻がスウェーデン人だったヘルマン・ゲーリングの友人であるという定かでない噂があり、1930年代以末に来たる世界大戦の防ぐためにゲーリングと英国、米国政府とのパイプ役を果たしていると信じられていた。 すべての陣営が彼のことを目立ちたがりの信用の置けない人物とみなしたことと、さらには、ナチス体制にそれほど大きな影響力を持っていなかったことでベナーグレンの尽力は成功しなかった。失意のベナーグレンは引退し、英領バハマの首都ナッソ層にあるパラダイスビーチの彼の別荘に移った。ベナーグレンは、ハワード・ヒューズから購入した当時世界最大級のヨットサザンクロス号で、 1937から1938年に世界一周旅行を行った。1938年の初頭、日本の東京で帝国ホテルに宿泊したベナーグレンは、ホテルを大変気に入り、支配人の犬丸鉄造と交渉して、帝国ホテルの防衛だった小栗純造を使用人として雇った。このことは、後年、ベナーグレンがモノレール事業で、 日本に進出する足掛かりとなった。ベナーグレンは、小栗純造のことを、マリオ・オグリと呼んだ。1939年9月、ベナーグレンのサザンクロス号はドイツ潜水艦に、撃沈された客船、アセニア号の沈没現場で連合国の船舶に随行していた。彼のヨットは沈没船の生存者300名以上を、救助して1区メーカーを近くの連合国船に移乗させ、 残りを米国まで送り届けた。それにもかかわらず、彼がナチスのスパイであるという疑いがかけられていたが、その根拠はほとんど証明されなかった。1940年、ウィンザー公がバハマ総督に着任すると、ベナーグレンとウィンザー公は親しい間柄となった。ベナーグレンのゲーリングとの交友、それにウィンザー公のナチスに対する理解への疑いから、最初は米国が、 続いて、英国がベナーグレンの名前を経済活動のブラックリストに載せた。1941年、ベナーグレンがサザンクロス号でメキシコに移動すると、間もなく英国政府はバハマにあるベナーグレンの資産を凍結した。第二次世界大戦が終了すると、バハマにあった資産は英国政府から返還され、ベナーグレンは世界中で事業を再開した。 しかし彼自身は死の直前までメキシコのモレロス州にあるクエルナバカ市に住んでいた。1961年11月24日死去。夫人と共にスウェーデンの絵リンゲ城に埋葬されている。第二次世界大戦によりサザンクロス号での旅行が困難になるとベナーグレンはバハマの別荘の広大な庭園でマリオーグリにガーデニングの修行をさせた。 メキシコに拠点を移した1940年代、ベナーグレンは、クエルナバカで、ハルディンコルテスという観葉植物園を設立し、マリオオグリを支配人にして、運営を任せた。ハルディンコルテスでは、ブーゲンビリアやポインセチアの栽培、販売が行われた。マリオオグリは、日本庭園も手がけるようになり、日本から、庭石、灯籠、鳥居などを輸入して、造園受けを医療を行った。 1953年頃、ハルディン・コルテスは、バーバラ・ハットンの別荘、スミヤの日本庭園造営を受注した。ベナーグレンの興味の対象の一つに、モノレールがあった。彼は、小座式モノレール技術の特許を取得し、アルウェグ社を設立した。アルウェグ社は1959年に、初代のディズニーランドモノレールを、1962年に、シアトルセンターモノレールを製造した。 日本への売り込み1953年4月、ベナーグレンは、マリオオグリを、かつてのマリオの上司、帝国ホテル社長、犬丸鉄造のもとに派遣した。犬丸に、日本でのアルエグ式モノレールへの投資を依頼したので、ある。犬丸はモノレールに関心を示さなかったが、マリオに、日産、日立グループの創始者、相川義介を紹介してくれた。 アイカワがベナーグレンの知人だったからである。1953年6月、アイカワの提案により、帝国ホテルでアルウェグ式モノレールの説明会が開かれ、運輸省と日立製作所の関係者が出席した。この説明会をきっかけに、1960年8月、アルウェグ社と日立製作所は、モノレール技術に関するライセンス契約を締結した。 1964年9月、アルウェグ式を採用した東京モノレール羽田空港線が開業した。開業記念式典でテープカットを行ったのは東京モノレール社長に就任した犬丸鉄造だった。ベナーグレンはカナダ人の WAC ベネットと協力して、プリンスジョージの北から未着手のピース側、ロッキーマウンテン渓谷そして最終的にはアラスカまで、 至る鉄道の建設という陶器的な鉄道計画に情熱を燃やし続けた。不必要なホートネルソン支線を含む鉄道の一部は、ベナーグレンの死後にパシフィックグレートイースタン鉄道により建設された。北部の利権は広大な渓谷を利用したベネットダム、ガスのパイプライン、テーラーの工場、炭鉱、パルプ工場といった巨大な産業プロジェクトを この地域に放火させる刺激となった。1950年代にベナー・グレンは初期のコンピュータ事業にも手を出した。カリフォルニア州とアラスカ州を結ぶ鉄道計画のために彼はロスアンジェルス郊外のレドンドビーチに物流研究所を設立し、次期ドラムメモリを元にしたコンピュータを開発した元のスロップの技術者、グレンハーゲンに連絡を取った。 1952年11月にベナーグレンは物流研究所を会社組織にする援助をし、間もなく会社を自身の支配下に収め社名をアルウィックと解消した。モデルアルウィック2を1954年6月に、モデル3は1955年12月に出荷された。 1956年と1957年には、IBM650 の競合機と目されるより、少数の部品構成で廉価なモデルアルウィック 3E が出荷されたが30台以上ではなかったようである。この直後に、磁気ドラム機は、磁気コアメモリの登場により完全に球体化した。続くアルウィック800では、コアメモリだけでなく磁気ロジックも使用していたが、 設計上の失敗により、試作段階以降には進まず、この機械の事前契約により会社は破滅寸前の状態にまでなった。1958年に開発はスウェーデンに移され、3E より多少改良を施された次のモデル、ウェッジマティックセンが1960年に出荷された。わずか1ダースが出荷され、イスラエルのワイツマン科学研究所へ送られた1台を含む、 その半分は大学に寄付された。その見返りにベナーグレンはいくつかの名誉称号を受けた。ベナーグレンは人類学の研究を援助する組織バイキングファンドを設立し寄付をした。これは後に人類学研究のためのベナーグレン基金と解消された。AB、ホテルと共に70年、犬丸鉄造、1964年、展望者。 相川義助関係文書目録の441.1東京モノレール株主会社1国立国会図書館県政資料室ホルベルム2007サンティアゴボラノスゲライエヌコラボーラチオンコンホルヘルイズエスパルザラクルーズデルスールアクセルエナーグレムエルエスピアクメキシコプロタジエデスヨナズ B322 パギナス2009メキシコありがとうございます